キーご通行中の皆様、大きな声でお邪魔しております。日本改革党と申します。今ツイッターやっていらっしゃる方なら知らない人はいないコラボ問題というのを皆さんご存知でしょうか。これはですね、若年被害女性支援事業ということで、東京都が予算を出してやっている委託事業なんですけれども、この委託事業はですね、2018年、2019年、2020年、2022年、これ入札なし、あとですね、事業計画のプレゼンなし、それと正当な理由なしにですね、ある特定の4団体が独占しておると、受け負っているとの事業ですね、こういうのが昨夜分かりました。その4団体というのは、若草プロジェクト、ボンド、タップス、コラボという団体なんですけれども、コラボ問題って、何で呼ばれているかと言いますと、一番最初にコラボが事業内容が変だ、会計が不透明だ、不当会計があるとしてですね、監査委員会にダメ出し食らったからであります。都の事業、本来でしたらば血で血を洗う入札をして一番優れた団体が受け負うべきではありませんか。それをですね、大した理由もなくですね、説明会も入札も一切なく、若草、ボンド、パップス、コラボの4団体が独占してるんですよ。おかしいと思いませんか。2021年度は、事前に事業計画のプレゼンを都は行いましたけれども、そこにはですね、先ほど申しました若草、ボンド、パップス、コラボという4団体が参加しました。プレゼンにですよ、プレゼンに4団体が参加いたしまして、結果はなんと4団体とも合格、都と契約という茶番がありました。これ適当に独占している都の事業をその4団体が独占しているということに他ならないと思います。都のですね、福祉保健局はコラボ界隈とよっぽど固くコラボしてんだなという感想を持ちます。7月にですね、保健福祉局は保健局福祉局に分割されるみたいなんですけれども、これもですね、急に発表されましたが、どうやら急遽決まったらしく、保健局福祉局ともに人員の募集をかけているんですけれども、それが間に合っておりません。それの最終合否発表は8月になると。これ急遽福祉保健局を爆破解体したように見えますよね。福祉保健局が若年被害女性支援事業の監督部門でした。つまり若草、ボンド、パップス、コラボ4団体とずぶっていたのが福祉保健局であります。理由もなく、入札もなく、事前プレゼンもなく、その4団体にその事業を独占させていた都が福祉保健局を爆破解体して逃げなくちゃいけない、ごまかさなくちゃいけないというのも分かりますよね。役所忍法にですね、こういう奥義があるみたいなんですよ。部署をいじってですね、人員役職を一度全部シャッフルしちゃってですね、その後は何を聞いても前任者の判断なんで分かりません。こういうことでごまかすと、こういう役所忍法がございます。で、前任者の所在を探しますと、すでに定年していたり、すでに移動してどっかの支所に行ってたり、全然関係ない仕事をしていたり、あとは関連団体にすでに天下っていたりですね、そしてお話聞きたい、連絡しても拒否されると、こういう役所忍法でコラボ問題をごまかすために、東京都は福祉保健局を爆破解体するのではないか、そう思えてなりません。ツイッターとはやってらっしゃらない方は馴染みが薄いコラボ問題ですけれども、蒲田ご通行中の皆様、この機会にコラボ問題で検索なさってみてください。膨大に疑惑が出てきております。毎日毎日疑惑が更新されております。これはもう私コラボゲートと名付けてもいいんではないかとすら思っております。